幕末志士とは、江戸時代末期新しい日本を建国するため活躍した男たちのことである。ミュージックリーダー運慶会計でその時力士が動いた、お聞きいただきました。はい、舞台セットも自分たちで作ったらしいです。あら、すごい。さあ、続いてはマンスリーピックアップのコーナーです。はい、今月はデビューしたばかりのビジュアル系ロックバンドが登場します。あ、この番組ビジュアル系の方々初めてです ね、 そうですね。ただご本人たちはビジュアル系と呼ばれることを快く思っていないそうですよ。思いっきり言うてもとるやん。さあ、それでは登場していただきましょう。今月のゲスト、幕末ジャパンの皆さんです。どうぞ。よっ、かっこええな。あ、そういう感じだよ。オーラありますね。基本黒いね。なんか怖えな、これは。ちょっとようこそミュージックトゥナイトへ。でもこういう感じね。こういう感じね。いや、アーティスティックな感じだね。ではお一人ずつ自己紹介お願いします。ボーカルの久保利通俊です。声ちっちゃいな。やっぱ声小さいな。ドラムの龍馬です。龍馬。ギターの小五郎です。何をしたのギターの高杉晋作、杉です。何をしたの。ベースの西郷隆盛、高です。何をしたの。ちょっとおもろいで、もうそれ言うたっては。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、あのバンド名変わってますけれども、読み方は幕末ジャパンでいいんですか。はい。体調悪いんかな。よくですね、バツの次の文字を X と間違えられるんですけど。あ、確かにね。X じゃなくてバツです。幕末ジャパンってどういう意味なの。幕は幕府の略で、江戸幕府はバツって意味です。幕府はわかんねえ。もう超バツっすね。超バツ。俺たち、幕府が嫌いっていうところで意気投合してバンド結成したところあるんです。はあ、そんな嫌いなんや。正直言って俺トマトと同じぐらい幕府嫌いっすよ。君がどれぐらいトマトが嫌いか分からへんから全然ピンとけへんけど。知らんの。でも幕府の何がそんなにあかんの。もうなんか何もかもっすね。まあ一番は統治力ですかね。統治力。黒船が来た時もろくな対応ができなかった。 あと老中の話し方とか。話し方。あとな、江戸城の中なんか変な匂いするよな。匂い。わかる。おばあちゃん家みたいな。そう、なんか落ち着く匂いな。いや、落ち着くならええやないかそれ。とにかく皆さん幕府が大嫌いと。はい。でもそんなに真っ向から幕府に立てついて大丈夫なんですか。確かに。ああ、相手が誰であっても間違っていることは間違ってるっていうのが俺たちのスタンスですか。それにもう幕府なんて恐れるに足りないっすよ。まあ、じゃあその幕末は分かったんですけど、ジャパンっていうのは何ですか。俺たちがジャパンを背負っていくっていう意思です。だいぶ強くない。平気いたないんですか。まあ、あと画数的にもつけた方が良かったんで。そのルックスで画数気にするんや。皆さんルックスといえばビジュアル系と呼ばれるのがあまり好きではないと聞いたんですけれども、まあ俺たち純粋に音楽だけで勝負したいんで、まあ見た目重視みたいなくくられ方あんまり好きじゃないですね。あと俺たちそんなビジュアルとか見た目とかそんなにこだわってないんで。いや、絶対めちゃめちゃこだわってるやん。こだわりはあるやん。音楽番組とかでビジュアル系とか言われるやろ、そういう時どうしてんの、いちいち訂正するんや。そうですね、相手が年下とか目下の人間なら訂正しますね。年上とか偉い人だったら黙ってます。最低やな。さっき相手が誰でも関係ない的なこと言うてたやん。言うてたよな。まあ、ではトークの続きはまた来週ということで、そろそろ歌のスタンバイしていただきたいんですけれども、今日披露してくださる曲は僕らのデビュー曲で錦です。早いし小さいしで。ではスタンバイお願いします。お願いします。はい、早い。後ろ行ったらあかんない。早いね。バラバラに行かれるんですね。トッシー、なんなんこいつら。しかしみんなね、パンチ効いたルックスやね。そうですね、ライブパフォーマンスも強烈で、毎回楽器を壊しているそうです。今回も壊そうかな。あ、今日は壊さないそうです。あ、そういうの事前に決めてるんですね。はい、それではお聞きください。幕末ジャパンで錦です。ミュージックトゥ
見当たり